はい、こんばんは。AKB48 が世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、人気アイドルグループ、あ、元人気アイドルグループか。元人気アイドルグループの AKB48 が、カウントダウン TV に登場して、あの、新曲62枚目シングルを披露したということで話題になってますね。で、その他にも、ポニーテールとシュシュと、真夏のサウンズグッズを披露したんですけど、 まあ今日はね、あのやっぱりその,3あの62枚目のシングルがね、やっぱり一番今日初披露ってことだったんで、この曲について語りたいと思うんですけど、この曲について思ったのは、微妙っすね、はい。微妙っていうか、なんだろうな。まあなんかもう、やっぱり、あのー、これ AKB48 ファンの人には悪いんですけど、やっぱりね、 AKB48 はも,うもはやオワコンだなって自分は思いましたね。はいというのもやっぱりね何て言うんだろうやっぱりその坂道グループその乃木坂46とか、まあ、桜坂とか、まあ、日向坂でもいいんですけどその坂道グループのそのメンバーの子たちに比べるとやっぱりねあの AKB48 はやっぱりねビジュアルが弱いなと思いましたね。はい でそれにプラスその曲とかも本当にねあのひどい出来であこれはねもう、あのー、その坂道グループ、まあ、特に乃木坂46なんかには勝てないなと自分は思いましたね。はいまあ、そのさ先ほど戦術した通りそり AKB48 ってそのビジュアルが悪いって言ったんですけど。 やっぱりねあの今回のこの62枚目シングルもそうなんですけどこれセンターの子が小栗ゆいちゃんっていう子なんですけどまあこんなに何て言うんだろうこんなかわいくない子がセンターの時点で、まあ、売れるわけがないんですよ、はい、AKB48 とかはいでその何だっけあとその前のシングルのセンターの本田瞳ちゃんとかもそうなんですけど 多分その乃木坂46だったらアンダーにも入れ,入れないレベルの,あの顔なんですよね。はい、まあなんていうんだろう、やっぱもう本当、AKB ってもうワーコンだなと思いましたね。はいまあ、そのだって選抜メンバーのちょっと今、名前読もうと思うんですけど、えー、大西桃佳知らない、えー、大森真帆知らない、岡部凛知らない、小栗優あ,、まあセンターだからかろうじてしてる。 おだいりな知らない、えー、柏木由紀、まあ、柏木由紀、まあ、ゆきりんだけですね、はい、か柏木由紀さいい加減卒業しろよと思いますねこいつほんと十三3 2のおばさんでしょなんかほんと後輩のためにほんと引退しろと思いますねはい、えー、蔵野鳴海知らないなんかもうほとんどそのあのあ柏木由紀以外知らないんでちょっと飛ばそうとし思います、はい まあ本当になんだろうなやっぱり AKB がそのそのの乃木坂とかにあの負けちゃった理由っていうのはその、まあ、歌手まあ歌の下手さもそうなんですけどやっぱりね一番はやっぱりね何だかんだ言ってそののビジュアルの弱さだと思いますはいまず今の AKB って誰がいるかわかんないし昔だと前田敦子ちゃんとか小島春菜ちゃんとか相手分かったと思うんですけど今ってもう誰がいるかわかんないんですよ。はい しかもそれにプラス可愛くないからやっぱりね今の AKB はねもうおわこんだなと自分は思いましたね。と、はいうことでまあ本当に曲もクソでした。はい